朝ドラ「トト姉ちゃんあらすじ予告」第127話「ギフが星野に再婚進める」8月29日月放送分危機物語アイロンの商品テストを行うために恒子は梢に協力を要請梢はその頃すでにカフェローマンをやめ商品テストに一緒に連れてきた近所の主婦たちからは「 本名の安江と呼ばれるようになっていましたそんなある日星野への思いを断ち切れずに苦悩するつね子はキッチン森田屋で星野一家と再会してしまいましたつね子の気持ちなど知りよしもない星野の娘青葉がつね子に尋ねます「最近どうして家に来てくれなくなったのかと」と青葉の思いがけない問いにつね子も星野も答えることができません それから数日日、経ったある日星野のもとに星野の亡き妻の父親弓岡がやってきました弓岡は星野に告げます生前の娘に託されていたことがあるもし星野が独身のままでいたら再婚を勧めてほしいと言われていたのだと。